東条会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ、人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東条会の下の連中が収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。東条会の四代目ってだけじゃねえ、桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。お目覚めですか、四代目。大悟か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥かと静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで俺は元極道で、遥かはその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺は遥かにその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。遥かちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺や遥かに世間が注目しているからこそ
今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージでハルカは堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。よく来てくれたな。変わりないか？そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか？たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、ハルカ。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか？私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのがつらかった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。